女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第38回三田村千春です宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはい、はい、ということで急にうんぐっと寒くなりましたね、うん、なりましたね本当に なんかもう朝とかがきついよねきつい起き上がるのが本当に暖房までの距離がね,ね、うん、暖房つけてつけてもう一回潜って <laughs> もう一回潜って <laughs> ちょっとあったかくなるまで待って、ね、あちょっとずつ私は朝方生活にしようと思って、うん、先週とかはね頑張ってたんですよ二<ー>度寝をしないだとかでも 今週のこの寒さはちょっとくじけそうだなと思って、うん、確かに、うん、いや布団があったかすぎません個人の感想です <laughs> 人それぞれ <laughs> いやびっくりしちゃうなんでこんな暖かいんだろうと思ってっそうね、うん、一,回そ一回出て暖房つけて戻ってきた時のあったかさそうだ、ん、ね自分の体がね,ね,体ねいかにね、うん 優秀かとということをね <laughs> あとはニトリの「N ファーム <laughs> う」という布団がありまして布団っ<ー>ていうか毛布じゃないけどみたいなのがあって、うん、もうそれがすごい最強すぎてあそうなんだそれが来てから変わりました本当にてことに何かねあの布団カバーみたいなものだと思うんですけど「<ー> N ファーム」じゃないのかな その布団カバーのモコモコしたやつがあってそれを下にも上にも使ってるんですけど敷、はい、布団の上にも敷いて掛、うん、け布団にもそれを巻いてすごいねもうそれがあるだけでも全然違うんで、うん、そうなんだ、うん、意外と毛布ってさ敷いた方がいいって言うよねはいはいはい肌に上にかけるよりもあんまやったことないけど。 うん、私はなんかあのー、ほこりっていうかハウスダストアレルギーが結構あるから、はいはい、その直接毛布が肌に触れるのがちょっと怖い部分があってわ、うん、かる、うん、だか毛布とはちょっと違うなんかフリースみたいなもの触り心地としてはそんな感じなんですけどうん、うん、あそうなんだ、うん、ヒートテックのニトリ版みたいなこと、はい、かなうんうん多分そうだと思いますそうなんだ、うん、まあそんな悠長な話をねはい してる場合じゃなかったりするするんですよ。そうですね。シワスですから。<laughs> はい。ちょっとお知らせしたいことがたくさんあるんで、はい、いきますけど、まずはふた女二人映画の話。初グッズ作ります。イエーイ。イエーイ。何かというと、の話。二千二十一卓上カレンダーです。うん。はい。この時期に作るものって言ったらうん新年。 に備えたものっていうことでそうですね来年のカレンダーを作りましたで、えー、どんなカレンダーかというとちょっとお願いします、えー、どんなカレンダーかというとですね <laughs>、えー、女二人が写ってます、うん、そうなんですよねはい写真撮ってきたんですよねそうなんですよ都内の都内にある、うん、まあ、映画館を背景に そうそそうそううう何かをしている私たちそうですねやっぱり映画の番組ですから、はい、映画館のある風景そうですねだからどんな場所なのかとかどんなことをしているのかとか、うん、まだちょっと私たちもね作ってる途中なのでうん、うん、まだ分かんない部分もありますけどそう,、ね、そうとにかくね撮影大変だったね。日で、うんあの 一つのカレンダー分の写真を撮らなきゃいけないのでねもう12ヶ月分それ以上の写真を撮るので移動距離が半端なかったですねいやあんな歩くことやっぱ2020年って本当に歩いてないと思うから <laughs> 確かに、ね、あんな歩くことはなかったねなかった終わってあのカフェで一息ついてる時にもう、はい、もう落ちる寸前だったねでしたね 朝も早かったからねそうそうそう無言 <laughs> 無言で紅茶飲んでるみたいなそう <laughs> 割とそうこ,れこの人たち大丈夫かな倹約なのかなっていうぐらい <laughs> もうしゃべる元気がないっていう感じの時間が流れてましたけどた、はい、まあそれぐらい、うん、頑張った作品ができるでしょうできるでしょうまだ撮っただけですけれども、うん、現段階ではねうんうん きっといいものができるでしょう。そうですね。はい。ええー、卓上カレンダーなので、まあ、うん、お家だったり仕事場と,とかにね。うんうん、ペロッと置いてもらって、ね。なんか、あのー、木曜日のとこには、なんか印をつけたいですね。ああ、そうですね。配信忘れないでねっていうね。うん。で、うん、あと何回記念とか、あ、でも、何かあってさ、そういう一回ずれたりとかしたら、うん。ずれたりする可能性ありますよ。<laughs> ね。 ちょっと怖いね、うん、まあでもあだからそれ用に野なしシールを作って販売するっていうのはどうですかうん、うん、新しいグッズ。「<laughs> <laughs> 野なし第50回」とか「うんうん、野なしの審理」とか<あ>カレンダーに貼るシール「キュレル」みたいなシールとかそれ,それはいいですね。<laughs> ね<え>でもこのカレンダーが超超限定、はい。 販売っていうか数量がすごい結構少ないのでまあ限られた方のみゲットできるであろうカレンダーなのでシールもどれくらいの需要になるかわからないですけどそれは置いといてまあそうですね木曜日に印つけるぐらいはねいいかもしれないですねカレンダーんですは。 早めに注文してほしいなと思うんですけど気になる注文詳細は今週、はい、今度の日曜日だから12月20日の、えー、とお昼12時から注文受付スタートしたいなと思っていますはいはいでね野放しの通販サイトもねこれを機にオープンさせるので、うんえー、その野放しの通販サイトから買えます、うんはい、注文できます カード決済とかもねあのできるので使ってくださいそうで早めに注文してもらえればもらえるほど、はい、あのお届けも早くなれそうなので、うん、早ければもしかしたら年内に届くかもという、うん、まあちょっと確約はできないんですけどそうですねなんか郵便局の方々の忙しさがどういうものかちょっと把握してないので分からないです,が、うん、うですね、うん いい感じに、えー、注文いただければ、うん、年内に届くように頑張りますはい頑張りますなので、えー、ぜひお早めに注文お願いします二0日の十二時から、えー、注文受付スタートです、うんえー、通販の URL は YouTube の概要欄だったりはい Twitter かなそうですねはい野放しの Twitter に投稿したいと思いますのでそこから飛んでください、うん、はい ままだまだあるよね、お知らせが、うん、そうですね、えー、大事なお知らせ大大晦日、もうさ時々会っていうか再来週なんですよねえ12月31日、えー、第40回記念の生配信なんですが、うん、こちらのねあのー、配信する時間、えー、ツイッターでアンケートと取りましてはい、はい、こちら回答してくれた方ありがとうございましたありがとうございました えー、選択肢がいくつかあった中、半分以上の方がはい年越しを一緒にしたいという、はい、嬉しいですね。ねところに投票してくれたので、うん、やっちゃいます。やっちゃいます。はい。ええー、四十回記念年越し生配信って感じかな。うんうんうん。はい。ええー、その名も女二人映画の話アワード二千二十。 はい、切る場所が難しかったです、ね、ちょっと、ま、間違えちゃった「<laughs> 女二人映画野放しアワード2020」ですね。そうで、えー、時間は夜10時スタートで、うん、22時から、えー、年越し挟んで24時10分ぐらいまで、はいはい、っていう感じがしてます。すね、はいなので夜10時からま野、あ、放しアワードを 一緒にしよううとということなんですけど、はい、話アワードとは,とはっていうことなんですけど、はいまあ、今年4月からねスタートして、うん、えと全部で35本ぐらいかな取り上げてきたのっていうといっぱい見てきましたが、はい、その映画の中での私たち女2人それぞれの部門賞を発表しながら今年を振り返っていこうということなんですよ。えー これ例えばどんな部門っていうのいいいいくつかかちょっといいですはあアカデミー賞みたいなものをイメージしてもらえるといいのかなと思いますけれども、うん、もうちょっとあの、うん、ふざけた感じでそうそうそうだか、はい、らそういうちゃんとした最優秀作品賞みたいなものとか、うん、俳優さんの誰がよかったかみたいな賞とか、うんまあ、そういうのもありつつありつつこう私たち的にここ注目したいですねみたいな。 ところのショーなんかもねそうですねはいいろいろと考えておりますはい最優秀フードショーとかうん食べ物いろいろおいしそうなのあったねっていうねとかねはいはいあとパンフレットとかねうんこれ前から話してますけどねそうそうそうこのパンフレットよかったねとかまあそういうのを勝手に賞をあげようという感じでね 最優秀作品賞だったら私の最優秀作品賞ま央ちゃんの最優秀作品賞って感じでそれぞれ発表していくという感じですね。はい、そうですね、はい、そしてこっからが皆さ,ん皆さんありきの部門もあります。うんはい、リスナー部門として、はい、最優秀作品賞とあともう一個最優秀野放し賞この2つをね募集したいんですよ。はい 最優秀作品賞っていうのは扱った作品の中で、うんえー、好きなもの一番良かったなっていう作品う、ね、作品に対する賞ですね、うん、で最優秀野放し賞っていうのは、うん、それについて語った回私たちの番組への賞っていうことで例えば第何回の喋りが面白かったとか、うん、ここの推しポイント良かったとか極論のうん、うん。 話視点が良かったとかうん、うん、まあそれぞれ結構ばらつきあると思うんではい、はい、盛り上がったよねとかあのそういう良かった好きな会好きなとかか例えば途中ふとした時にこう野放しに出会ってくれた人とかだったら、うん、この会きっかけに聞くようになったよとか、ね、そ,うそういうのもあると思うんですよ。確かにうちらの番組 の中でどの回が良かったかっていうところで最優秀の話賞というのを送ってほしいなと思います。うんうん、知りたいです。知りたいですね、うん。私たちのモチベが上がるような、そうですね。そんなメールをお待ちしております、はい。お待ちしております。はい、えっとこれはメールもしくはツイッターでハッシュタグつけていただいて投稿してほしいなと思います。はい、メールアドレスは二人の話アットマーク g メールドットコム までお願いします。お、はい、願いします。えー、<laughs> ツイッターだとハッシュタグ二人の話をつけてつぶやいてくれればいいです。うん。はい、最優秀作品賞、最優秀の話賞ですね。はい。これいつまでとかあります?。えっと、まあ集計したりするようなものでもないのかなと思うんですが。うん、じゃあ、まあ。どうなんでしょう。まあでも、そしたら直前までっていうか。 放送中でもなんならいいぐらいなでもなんか良さげなメールとかははい読んだりしたいのでねぜひね前日30日とかぐらいまでにいただけたら嬉しいなと思いますけどまあギリギリでも大丈夫ですっていう感じですねまあ何にせよはいあの本当にこれいただかないことにはそうなんですショー自体がもう廃止っていうことになりますそうですねはいよろしくお願いします いということで、えー、12月31日夜10時から「二人の話アワード2020」二人の話の YouTube アカウントから生配信しますので、はい、ぜひ YouTube のチャンネル登録を今のうちに、はい、ポチッとよろしくお願いします。という感じで以上グッズのお知らせと、えー、生配信のお知らせババッとさせてもらいました。はい 12月皆さん忙しいと思いますけど私たちのことをどうか忘れないで。はい、はい。そうですね。お願いします。はい。こっちも忙しいから。<laughs> <laughs> お互い様なんだよ。<laughs> <laughs> みんな忙しいながら。ひ <laughs> どいですけど。ね、はい。ぜひお願いします。ぜひねよろしくお願いします。はい、いい年越しをしましょう。しましょう。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は。 天野千尋監督「ミセスノイジー女が二人集まれば」「映画の話で月が暮れ 木曜日今日も平和な木曜日「フィガロの告白」の天野千尋が監督・脚本を手がけ、隣人同士の些細な対立が大事件へと発展していく様子を描いたサスペンスドラマ。 小説家で母親でもある吉岡真希はスランプに悩まされていた。ある日突如として隣の住人若タ美和子による嫌がらせが始まる。 それは日を追うごとに激しさを増し心の平穏を奪われたマキは家族との関係もギクしャクしていくマキは美和子を小説のネタにすることで反撃に出るがその行動は予想外の事態を巻き起こし2人の争いはマスコミやネット社会を巻き込む大騒動へと発展していく、うん、2019年第32回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門出品2019年制作日本はい「隣人トラブル」というね私の好きな そうなんですね家族の闇家族の闇ってこういうことっていうねあ<ー>私の言うねはいはいはい、はい、あ隣壁一枚隔てた向こう側のっていうそう向こう側も同じマンションの同じ間取りであろうと全く違う世界がそこにはあるというお話でございますがうん、うん、なんかそんなにんていうんだろう予算の大きい映画でも ないし、すごく有名な役者さんが出てる映画というわけじゃないのに、うん、こうじわじわとこう人気になっていってる感じの映画ですよね。そうですよね。ね結構その映画館行ったらお客さんもたくさん入ってたし。うん、あとはその東方系でやってるっていうのもあって、結構みんな注目してるんだなっていう印象はありましたね。そうですね。うん、東京だと日比谷でやってますが、うんね、私も日比谷見に行きましたけど。 ほぼほぼ見に行った時ほぼほぼ埋まっててですかすすげごいなってなかなかね今の時期満席に近くなることってないけどしたねしかも年齢層もいろいろいておじさんおばさんもいれば若い人もたくさんいてなんか良かったですね映画館の雰囲気としてすごい良かった。 まだまだじわじわ全国的に,に広がっていきそうな感じしますねそうですねに、はい、見たという方からのメール紹介しましょうかはいピロシキさんいつもありがとうございますありがとうございます、えー ミセスノイジーの感想です作品の中に面白さと一緒に多面的なメッセージ性があってこういう映画をオリジナルの脚本で撮る挑戦的な意思を持った監督がいるというのはすごく救われるというかとても頼もしい感じがしましたコロナ禍じゃなければもっと盛り上がったのになと思うと少し残念ですが確かにカメラを止めるなみたいな感じで広がってもよかったかもしれないですね。ま,あ、まだこれかから可能性ははあるかもしれないいけどねうん コロナ禍だからこそ、はい、あの身に覚えがある人もいっぱいそうねね確かに、ねうん、だから今だからこそっていうのもあるかもしれない。うん、はい、はいえー、といったところでピロシキ的推しポイントです。うん 本当は聞聞ここええるのに心のに心ノイズででななくっっちゃう時って誰でもありますよね特に自分自身に対する否定的な指,指摘とか批評とかそれが的確に突き刺されば刺さるほどそれを打ち消すために自分自身でノイズを発生させちゃう「あんたに言われたくない」「分かってるけど今は大変だから」「お前にそれを言う資格はない」「仕方なくやってるだけ」などなどそういう心のノイズにとらわれてると自分を成長させるヒントや「誰かのごめんなさい」や「時には大切な人の助けて」 とかまで大事な何かが聞こえなくなっちゃうんだよななんて改めて考えさせられましたそんな風に考えるとこの作品のミセスノイズイは隣のおばちゃんというよりはむしろユキコそしてさらには誰かが流した映像なんかを設計の評判に巻き込まれるままその外側にあるものも含めて心を澄まして考えることができない自分自身なんだなって思い知らされましたはいユキコじゃなくてマキだねあそうでしたそうでした 役柄の名前がねマキさんという主演の主役のキャラクターのことを言っておりますねもういつみつさんいつもありがとうございます、はい、煽りや見せたい部分しか放送しないメディア決してその後のフォローをせず知らないふりこれは SNS 時代ではもっと身近な問題に感じます隣のおばちゃんのパート先で、うん、新人にキュウリの選別で少し曲がったのを手でうまくやると治る るし、力加減で折れてしまう、うん。というシーンがあん、ね。あーがったキュウリですよね。そうそうそう、曲がったキュウリをちょっと伸ばせると、出荷できるようになりますよっていうシーンがね。うんうん、あったんですけれども、これはこの映画での隣人との付き合い方を表現しているシーンと思いました。はい、ということで確かにさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あそこね、確かになんかこう、なんかこう辛くなる部分が。うん、曲がったキュウリは全部廃棄でみたいな。 そこもねも、うん、きついなっていうシーンでしたね。うん,うん、うん、はい。女二人、映画の話。2> 女二人の推しポイント。この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。真央ちゃんかな。はい、今日は、はい。宇宙魔王的推しポイント、その一。実在の事件をいろいろ思い出します。 これやっぱその私たちの身近にある事柄だからすごくみんな共感できるしこう新しい視点を得ることができる映画だからみんな結構見に行ってるんんだと思うんですよね、うん、でそれはそのどんな年齢の人もどんな環境の人も自分が当事者になりうる可能性がある問題だからいろんな年代の人が見に行っているんだなというのを思ったんですね。はいで とということでやっぱ自分たちの地続きの世界をいろいろと思い出すんですが、まあ、この映画の元ネタというかね監督がどこから着想を得たかっていうので「騒音おばさん」うん「騒音おばさん事件」っていうものをモチーフにしようというところから始まったっていうふうに言ってたんですけれどもあの事件はやっぱ結構私的にもかなり覚えていて「うん、あの引っ越せ引っ越せ」って言いながら音楽を大音量でかけてる。 てておばさんがこう布団叩いてる映像っていうのがもうその時メディアにわーってすごい溢れてて、うん、で誰一人あのおばさんに同情してあげる人がいなかった状況だったと思うんですけどうん、うん、まああれも後々いろいろ調べていくと実はあのおばさんにいろいろな事情があったということを報じてるメディアもあったりとかしてそれを知った時に何年か後だったんですけど。 わすごい怖いな人間ってっていうふうに思ったことを思い出したんですねでまあそこをその事件をきっかけにして書いてる物語なのでそれはもう当然誰もが思い出すところではあると思うんですけど私がとその思い出したのは「サムラゴーストライター」ゴース。 いるいはい、最終的にゴーストライターがいるということで、うん、それまでめちゃめちゃみんな盛り上げて取り上げて生やし立てて生やし立ててっていうかすごく称賛してた雰囲気だったのにそのゴーストライターの話が出て、うん、バッチリ変わってその流れが、うん、であの会見の時に「あんた本当は聞こえてんじゃないの?」みたいなことを言った記者とか、うん、本当お,おぞましいなと思ったんですけど。 まあ、その事件の裏側を撮った映画も後からあったじゃないですか森達也監督が、はい、あのオウムのことも撮ってた監督ですけど、はい、それをドキ,、ね、ドキュメンタリーをね撮ってて、うん、でそれを見た時にわあやっぱみんながこうだと思っているものの先にいろんなものが。 あるんだよなっていうのをあの時すごく思って、うん、必ず頭に置,いてかな置かなきゃいけないことなのに忘れがちになっちゃうような気持ちっていうのをその時また思い出したりしたんですよね。うん、で最近で言うとまた思い出した連想した事件があって、はい、あの草津温泉で、えー、と性被害に遭った女性議員が。 あのまだ裁判中で判決も出てないような状態の中で、うん、リコール運動を受けて辞職させられたっていう事件が最近あって<お>でその件もすごく思い出したんですけどその事実がどうであるかっていうことにたどり着く前にそれを消費していってしまう周りがいるっていうことがあるなと思って。うん 実際その被害に遭ったかどうかっていうその判決が出る前にあいつがおかしいんだからあいつを辞めさせようみたいになって議員たちの間でその人を結果的に辞めさせるとこまで引きずり下ろしちゃったっていうのがすごい怖い事件だなと私は思っていたんですがその話を友達同士でしていた時に友達の反応っていうのが、うん あ,あれが実際にあった被害であればすごくいけないことだし怖いことだと思うなと思って私もいろいろ見てたんだけどでもその女性被害者の被害者の人が喋ってる動画を見た時になんかすごい挙動不審でなんか変な感じだなと思って変な人だなと思ってこれ怪しいなと思ったんだよねとかって言,言ってたんですよ。こ、うん、これだだなななと思ってうういう感覚でみんん物事判断するんだな っってていうのが思ってなんかあの人おかしいからおかしいの絶対あっちでしょみたいになってどんどんそっちに物事が流れてっちゃうっていうのが SNS だったりとかメディアを中心にした私たちの世界のすごいおぞましくて怖いくて嫌なとこだなーっていうのをまあこの映画を見ていろいろバッて思い出していたたまれない気持ちになりました。でもそういうい自分を なんか見つめ直すにはすごくいい映画になるかなと思いましたね。うん、そうですね、うん、いろんなそういう実際の事件のいろんなこう部分を少しずつとってギュッとした、はいね、でその上でいろんな視点があるんじゃないかっていうことを教えてくれるような映画ですね。 だから絶対みんなその思い当たる節があると思うその,あの人実際はどういう人かどうかとか全然知らないのに、うん、なんとなくの印象で捉えてたりとか裏側に何があるかとか考えたことないのにジャッジしてるとかそういうことは誰にでもあることなので,そ,で、ね、そもそも、うん、なんかそういうのを報道するためにメディアとかが例えば犯人の過去をうん、うんはい めめちゃめちゃゃいろんな人に探りすぎたり憶測でいろいろ関係ないことを持ってきたりするってことはそこを知りたいって思う人たちがいるからであって、うんうん、なんかそ,それでも関係別にないよねっていうふうにも思うこともいっぱいあるし、うん、この事件には関係ないよねってこともあるけどだからそれをどう切り取るか。 あ,あると思って放送してる場合もあるかもしれないし、うん、何か結びつけさせようと思って言ってる場合もあるし、うん、っていうねなんかそこの受け手がどう感じるかっていうところはなんか先週のマンクでもちょっと話したところでもあるんですけどうん、うん、受け手がどう感じるかまで責任を持たないといけないなっていう、うん、それを どういう信念でどういう意図で作ったかっていうことは書いた人この作品でいうとその牧もそういうつもりじゃないんで出て逃げちゃいけないことですよねでは三田村千春的推しポイントその1社会問題へのメッセージの中に優しさが流れてる作品だななんかすごくそういう、うん 社会問題 SNS とかメディアリンチとかそういうことを扱ってるすごい痛烈なメッセージもある作品なんですけどなんかそういう映画にありがちな重々しさみたいなものが全然ないなと思ってうん、うん、どっかコミカルにも感じるシーンもたくさんあるし、うんね、なんかそれってパンフレットに。 書いてあったのがこう監督が誰も傷つけない映画にしようっていう風に言ってたらしくそういうなんかマインドがすごくある作品だなと思いましただからその誰も傷つけないようにしようっていう優しさみたいなものがなんか流れてるものだなと思いましたキャスティングとかに関してももっとこうシリアスに やる人だったりまあそれは演出の問題,も、はい、問題っていうか演出っていうこともあると思うんだけど、うん、そのなんかさじ加減が、うん、いろんなさじ加減がありえて、はいうん、もっとこう重い痛しい、うん、深刻なものにあのしようと思えば全然できる題材だと思うんだけど、うんえっと、お隣のね、うん、あのまあ騒音おばさん である、えー、若田美和子役の方も、はい、なんかどっかコミカルな感じもするし、うん、チャーミングな感じもあるしうん、うん、バランス感覚が絶妙なな作品だなと思いました、うんうんうん、確かにこの主演の真木役の篠原さんもなんかすごい独特な、うん、なんか私は声がすごく独特な方だなと思ったんですけど。うん シリアスになりすぎない感じの軽みがある、うん、いい意味でなんかそういう声で良かったですね良、うん、かった、うん、そう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 なんかキャラクターがみんないいんですよねなんか、うん、編集者の <laughs> そうそうそう編集者がね二、うん、人かな出てくるんですけどなんかどちらも、ね いや、そうなんだよな。なんかあ <laughs> いそうだなって、あんまりそう思える感じの。う,うん。なんかこういう風うに人物を配置させていくのって、映画作りのすごい面白いとこだなって、ああ<ー>、面白そうなとこだなって思いました。ここでこいつ出てくんのめっちゃいいなっていう。<laughs> あの甥っ子とか。 おいいとこかい、うん、いとこが出てきたりとかそうあの彼もねすごい自然でそうん、本当にこういう若いそうなの若い人いるよな、うん、いや結構っいういやびっくりしたなんかその就職っていうのは負け組がするもんだからっていうあそれもまただからなんかこうなんかすごいそういうセリフにもけそれぞれがする発言ってすごく軽率な人間がする軽率な言動うん っていう脈略で言うとすごく正しい発言がすごいいっぱい出てきて、うん、それぞれの例えば、えっと、マキもそうだし旦那とかもこういう感じの人ってこういうこと言うんだよなみたいなそういう発言の中にもはい、はい、その発言自体には何の深みもないんだけどそこから学ぶことがすごいあるなと思いましたね。の発言言ととかかも、うん、ああこ,こでそれ言っちゃうんだとか おばちゃんの方もそうですけど、うん、あここでこういうこと相手に言っちゃうんだとかっていうのにすごく学びがあるなっていうそれぞれになんかダかなとこがあるからすごい良かったなと思いました人間らしい、うん、というか、うん、ねはいえー、っとちょっと似てるかもしれないんですけど「宇宙魔王的推しポイントその2」「主演の篠原由紀子さんを見ているだけで楽しいです」<laughs> あのやっぱり映画って役者さんですごい変わると思うんですけど、はい、篠原由紀子さんはすごい面白かった <laughs> その声,<ー>声が面白いっていうのもあるし、うん、あとはすごく自分の感情に直結した行動を取っちゃうっていうのが、うん、なんか、まあ、ご本人の性格がそういうとこもあるっていうような言及もあったけどなんかそういうとこにもあるのかもしれないんですけどそういうお芝居がすごく。 うんうん、上手だなと思ってそう,で、ね、そういう自分の感情に直結した人って「バカそんなことしちゃダメだ」ってっていうのをこちらに思わせるんだけど、うん、でもやっぱ面白いんですよねそういう人って <laughs>、うん、なんか次何しちゃうんだろうとかなんかチャーミングというかね、うん、チャーミングな感じがすごい出るしなんかとにかくやっぱ,、はい、やっぱ彼女が一番なんでこんなになりふり構わずになっちゃったかっていうとやっぱその小説を書きたいっていう小説家としてもう一回。うん 成功したいっていう、その思いが暴走しちゃったからだと思うんですけど、うんうん、なんか、その欲望に対して、すごくまっすぐな感じとかは、やっぱキャラクターとしてすごい魅力だな、というふうに思いましたね。うんうん、そうですね。うんうん、なんか表情とかもね。ね面<白>いいそ,うそ,うそうそう、そう。素敵でしたよね。うん、なんか、その小説家の人の。 イメ私たちがイメージするなんかその賢そうな感じみたいなのがそこまでない感じとかなんかそういう軽率な感じがすごい面白かったですねでもやっぱその才能あるって思われたいとかうん、うんね、評価されたいっていう気持ちがすごくあって、はい、でも子育てもあるし、うん、っていうところで戦いがね、うん。 あるからこそこう、はい、自分のことしか見えなくなっちゃうっていう小説家なのに、はい、あの部屋に全くこう本がないっていうところはちょっと私は見ながらツッコミを入れてたんですけど <laughs>、うん、<laughs> パソコン一個だけでっていう部屋が全然充実していかない感じとかね本棚ないんかいって思ってでもなん,かなんか私もそんなに CD めっちゃある方じゃないし。うん 音楽すごく聴くかって言ったらそんなことないし子供、うん、思うとう、ねうん、はいそう思いましたよかったですすごく、はいえー、では私三田村千春的推しポイントその2やっぱり想像力だなはいやっぱり想像力ってすごく大事でだけどなくしがちなものだっなって常々、ね、まあ常々思っていても忘れてしまうことなんですけど うん、やっぱりこの映画の一番のその何て言うのす,すごいところっていうのは、うん、視点をね後半ガラッと展開させるっていうところだと思うんですけど、うん、自分から見ている物事と同じ物事を見てても、うん、他の人から見たら全く違う形をしているかもしれないと思う想像力がいかに大事で、まあ、それが欠けてしまうことがいかに 大変なことを引き起こすかっていうことをすごく分かりやすく、うん、あの教えてくれる映画ですね。うん、そうですね。で、さっきあのこのねコロナ禍だからこそ身に覚えがある人もたくさんいるかもっていう話をしたんですけど、まさにやっぱこの今年の緊急事態宣言出てた春、うん、4月5月の時ってやっぱみんなが家にいて、はい、でまあリモートワークとかも みんなするようになって、うん、ストレスも溜まってるからこそ、うん、こういうことって多分いっぱい起きたんじゃないかなと思うんですよ。うんね、で、私もうポストに入ってたもん、あの紙。なんか私に対してだけじゃなくて、その多分マンション全体に同じ紙が入ってたっぽいんだけど、うん、はいはい。その管理会社からね、騒音で苦情がいくつか来てますみたいな。えー、それで気をつけましょうみたいな、えー、は来ててで、そういうのやっぱピリッとするよね。 だからこそやっぱひ人事じゃないしこの映画って、うん、誰もが可能性がある時代にこれからなってきてるので想像力を働かせたところで、うん、うるさいって思うものはうるさいしそうですねその事情がどうあれっていうのはあるんだけど、うん、でもそこで想像力を一個こうかませることの大事さ。うん うん、やっぱ自分に余裕がないときこそ、そこを忘れがちだから、うん、想像力を高させることは大事ですね。なんか、うん、ペコパの漫才みたいな感じになればいいですよね、みんなね。隣のおばさんが布団がうるさいけど、それは旦那さんのお世話かもしれないみたいなふうに最初に自分で思うことができればよかったですよね。うんう、ね、自分でい 一旦想像してそうすると対応策も変わるじゃないですかうん、うん、ちょっとうるさいんですけどって言うんじゃなくて、うん、っていうねとこは変わっていきますよねはい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 はっはい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 ないはいはいは、ね、<ー>いは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 い 相手の生活にはあるっていうことも事実だと思うんでうん、うんうん、そうね想像力を働かせつつ、ね、想像力をこう信じない、うん、信じすぎないない、うん、みたいなところですかねうんうん女二人の極論 この映画に関する女二人の勝手な極論を交わそうというコーナーです今日の極論は牧はどうしたらトラブルを避けられたのか牧、えー、主人公のねそうですね、えー、小説家ちょっとスランプに陥っている小説家ですけれども、うん、まあその牧はやっぱ小説を書くという仕事をしていると昼夜関係なく、うん、締め切りがあるとそのそれに合わせて 仕事しなきゃいけないわけじゃないですか、うん、で、そうなるとそれを乱されるのが一番多分仕事的にはきつい、うんうん、その中で隣のおばさんがめちゃめちゃでかい音で布団叩いてるのがだんだん気きちゃった朝明け方っていうとこが最初のきっかけで,そ,で、ね、そこからお隣のおばさんへの不信感が募っていってというあとはそのこだ子供のねことも、うん あ、ね、んか勝手に連れてかれてるみたいな不信感を持ったりしまその最後まで見るとえいろいろな展開がね待ってるので確かにどこまでがネタバレなんだろうっていうのはあるんですけど、はい、あの絶対使いようによっては強力な協力者になったはずなんですよねお隣さんは。 マキにとって<ー>昼間相手できない子供の面倒を見てくれる存在になったかもしれないし<ー>、うん、だから牧にとってはすごくいい隣人になった可能性もあったのになって思ってうんうんあわ分かったうんあいいですかあどうぞどうぞ引っ越しん時の挨拶うんそうそれなかったですもんねなかかったね 行かないとねって言ってて、でも旦那さんが仕事入ったわっ,つって、うん、でうやむやになっていくみたいな。うん、そうそう。最初のやっぱ掴みが悪いと、のちのちの印象がずっと悪いままっていうのはなん何においても言えると思うんですよね。はい。学校の先生がみんな登校したら最初は挨拶ねその方が気持ちいいでしょみたいな。うん、なんかああいうノリで。 ちゃんと最初にコミュニケーション取っておけばよかっったんじゃなないかなってそうですね,ね思いました、うん、うちちょっと小さい子供がいるんでうるさくしちゃうかもしれないんですよとかって最初に言っておけばうちにおもちゃいっぱいあるから遊びにおいでそういう時はみたいなあったかもしれないし、うんうん、あとは、ね、その旦那さんが「うわ!」ーとか言ってその悪夢から目覚めた時のこととかも、うん、ああいうことも理解し合えるかもしれないじゃないですか。 そのお互いが抱えてる悩みっていうのとかもうん、うん、どっかで共有できたはずなのになっていうのが、うん、なんかこうボタンのかけ違いが起きてしまったんだなという、はい、そうですねとはいえ隣の人への挨拶ってあんましたことないなと思ってうん1人暮らし世帯とかだとちょっとしないですよね、うん、怖いですよね,すよねむしろ 一人でで住んでますよとといううことをっって回る感じになっちゃうからね、うんうん、例えばあのおばちゃんとかも、うん、隣が引っ越してきたら最初に行って「今日引っ越されてきたんですよね」って言って明日の朝からもしかしたら迷惑かけちゃうかもしれないんですけど朝ちょっと旦那のことがあってちょっと布団叩く音がうるさいかもしれないんですけど。 ごめんなさいねとかおばちゃんが先に言うって手もあっただろうしあんな音出してたらどう考えても他の人も迷惑じゃないですかそうですね <laughs> その辺ちょっとどうなってんのかなってちょっと思ったけど、うん、あと歌う意味はっていう布団を叩きなんでしたっけ何で歌ってたんだっけいやそれは特にね言及はされてなかったんですよね映画でまあ何かそれこそ旦那さんへのアピールなのかな あのやってってますよ今みたいなってますよだしその大丈夫よっていうあれなのかもしれないけど映画の中ではそういう言及はされてなかったけどだからやっぱコミュニケーションで初いんですかね。ごあいさつ回るとかっていうのもトラブルを避けるためのっていう目的だった、うん と思うんですよねうちには小さい子がいるんでとかうちには病人がいてとかそういうことを最初に伝え合うっていうことが、うん、想像力のためのヒントになるから最初にご挨拶に言っとくべきでしたね真木ははい、うん、まあその一点ですねねなんかでもその小説にの題材にするじゃないですかはいはいなんかその気持ちはわかるよねうん あ周りのものもをネタにするみそっかそ,ああかそこそれをしなきゃそのトラブルを避けられたという説もあるかもしれないけど、うん、確かにいろんなことあった時にうわ曲になるみたいなことはちょっと思うもんね。うんうんうん、思う。だからすごいその自分の今身近に起きていることを小説にすればいいんじゃないですかっていう誰かからのアドバイスがありましたよね。あ,のの、うん、ありました、うん、それは そこにたどり着けたのは偉いって思,う思いますよね。それなんだよなっていうのが思いました、うん、確かに。ねまあ、ただそれがこうあれだね、動画とセットとかになっちゃったから、うん、より炎上っていうか、うん、刺激的になっちゃった分。うん、ご近所トラブルを超えちゃったっていうとこでね、なんか多分そう段階がありますよね。うん、最初はご近所トラブルだだったたんだけどそれがまた 今度はそういうネット上のメディア上の問題になってってそれが大変なことになってくっていうそうですね、うん、なんかブーストしていくのにはこう一個一個段階があったと思うから、うん、その都度ありましたよね、うん、解決の、ね、避ける方法はねそうですねご挨拶をしましょうというね、うん、極論でそうですねはいはい 女二人映画の話これこの牧の旦那がムカついたんだよね <laughs> こいつは本当に一言だなと思っていやまあ確かにそうですね、うん、なんかいいところでいいこと風なことを言ってるんじゃないよっていう、うん、お前も当事者だろうがっていうのをね、うん でもさ自分がその旦那だったらどうするだろうとかも考えるなうん、うん、でも同じようなことしちゃうんじゃないかなって思った、うん、えでもなんか奥さんが隣人とのことで悩んでるとかその自分の仕事に支障が出るようなことが起きてるっていう話をした時に、うん、あじゃあ俺がなんとかなんかこういうことしましょうかとかしようかとか提案したりとか行動したりとか。うん しなないのになんか文句だっけ言っていいこと風なこと言って、うん、じゃあ俺ちょっと仕事行ってくるから23日家空けるねみたいなこと言っていなくなるっていうのが腹立ちましたねねそうです、ね、まあだから真木っていう人がどういうものを背負ってたかっていうことも一つその加速させちゃって。 その小説を書かなきゃいけないってことと子どもの面倒を見なきゃいけないってことと、うん、やっぱその経済的に自立しなければいけないっていうそういういろんな焦りがあったと思うんで、うん、なんかそういう焦りをこの旦那は感知していただろうかと思うと、うん、してないだろうな。ね<え>でもそういうのって <laughs>、うん、こう人に分かってもらうのって大変だし、うんねうん、なんか私 もうそういうのってあんまり人に言わないからうん、うん、いやどうせわかんないだろうなと思うしうん、うん、思って言わないことが多いからはいはい、うん、でなんか変に寄り添われても突っぱねちゃう自分もいるしなんかそこは難しいなって思っちゃったなうん、うん、そのやっぱ牧はそういうことになった時にそうですねだからなんかその牧もその そ,そこに対してすごいその責任を負わせようとするというか旦那に対してとかうん、うん、っていうところは分かってよって感じとは違うと思いましたね。いましたね。だからなんかそこは分かってるんだと思うんですね。その誰に、うん、何を言ってもしょうがないということはマキも承知した上で,、うん、で自分で何とかするしかないんだと思って暴走しちゃうっていうところがあるのかもしれないですね。うん。まあその作家の人。 の仕事って、うん、絶対大変じゃないですかその何だろう我々だからこそ思うのかもしれないけど作ってる時の生み,、うん、生み出す時の焦りみたいな、うん、いろんな雑念も入ってくるしだけど、うん、作,り作らなきゃだしみたいな。うん、っていうことを人に理解してもらおうっていうのは、まあ、無理な話だなって思う。 ところあると思うんですけど、うん、旦那ミュージシャンやんと思って <laughs> <に>それぐらい分かってやれよとか思って普通のサラリーマンとかならわかるんですけど <laughs> うん、うん、同じだろうって思って <laughs> 何のためのミュージシャンという設定なんだ確かに <laughs> <laughs> そしてミュージシャンが手ぶらで仕事に行くらってなんです <laughs> <laughs> 家で練習とかしないわけと思って <laughs> 確かにギター一本置いてあったぐらいで <laughs> そうそうそう,そう <laughs> っていうのがね <laughs> 旦那への不信感 <laughs> 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 ありましたね。まあでもそれもこっちのね、うん、想像力の足りなさかもしれないですけど、ね。まあ旦那には旦那のいろんな事情があるかもしれないですけどね。<laughs> だかなんか最終的にこの、はい、いろんな芸能人の人たちのコメントとか見てても、うん、なんかそのマキ<ー>マキが最初は被害者だと思ってたけど最終的に加害者じゃんみたいな感じにするのも違うなと思って。うん キはマキでいろんな事情があったんですけど」っていうのをなんかこう後半が後半だけに前半のこと忘れてませんま、ね、みたいなのはちょっと思って前半の牧の現実は牧の現実で事実だから、うん、それをこうちゃんと並べてるってことがこの映画の大事なとこなんじゃないかなっていうのは思いましたね。そうねどっちかだけを悪者にしたら、うん 結局同じことになっちゃうと、ね、そう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 だからあのおばちゃんをすごく最終的に持ち上げるっていうのも変だしあのおばちゃんだってその「母親ならちゃんと見ときなさい」みたいなこと言ったりするわけだし、うん、なんかそういう嫌なことを言ったりもするわけだから、うん、なんかこうねその辺りもちゃんとお互いの事情を見ましょうっていう映画のはずですよねっていうのは思いましたね。そうですねうん、うん、はいということで。 えー「ミセスノイジー」これちょっとまだ広がっていく可能性がありそうだなと思いましたのでちょ,、ね、ちょっと自分のことと照らし合わせながら、はい、自分を振り返りながらね、うん、見てみてください是非そうですねはいじゃあ次回の作品いきましょう次回はなんとクリスマスイブですねイエーイイエーイ12月24日配信分の作品 全然クリスマス感はないですけど。松陰光線監督ネットフリック世界征服の野望。これもドキュメンタリー。でございます、はいうん、これもなんか、はい、その裏側から反対側からちゃんと見なきゃいけないなっていう。そういう部分はあるかなと思って。はい、みんなネットフリックス面白いネットフリックスいいねみたいになって。お世話になってますけど。うんうん、実際どういうことが起きてるのかなっていうのはね。うんうん、気になりますね。 ぜひ事前に見てメール送ってもらえたら嬉しいです。はい。そして、えー、再来週の作品をここで発表するいつもだったらところですが、うん、えー。再来週は四十回記念生配信なのでよろしくお願いします。お願いします。はい、オープニングでお話しした通りです。そうです。オープニングでお話ししましたが、はい、そう再来週は女二人映画の話、うん、アワード二千二十ということで、まあ、リスナー部門があって二つ。 募集したいところがあります、うん、最優秀作品賞とあと最優秀野放し賞ですね。うん、メールもしくはツイッターで投稿してください。はい、詳しくは時間を遡って時を戻していただいてはいピコパン <laughs> オープニングのところを聞いてください。お <laughs>、はい、願いします。はいえー 二人の話。gmail.com です。この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品は扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。そしてメールを採用させていただいた方には、二人の話ステッカーをお送りします。住所と本名も忘れずに書いてください。二人の話。gmail.com そしてツイッターあ、何でもないです。どうぞ。 <laughs> はい。<laughs> この番組はポッドキャストと YouTube で聞きますお好きな聞き方でどうぞ、えー、YouTube はコメントやチャンネル登録グッドボタンお願いしますそして Twitter やってますのでアカウントフォローお願いします感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけてどしどしつぶやいてくださいそしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中ですこちらは一つ100円で購入していただくと聞くことができますノーカットネタバレ大割りののばなしのトークをぜひ聞いてみてくださいはいじゃあお知らせ、はい、お願いしますはい えー、宇宙魔王は年末12月30日にカウントダウンジャパンに出ますので来られる方がいれば一緒に楽しみましょうはいはい以上ですはい私三田村千春は、えー、12月29日火曜日三田村千春オンラインライブ全員最善ボリューム5「まひるの忘年会2020」ということで無観客の配信ライブを行いますトーーークコーナーもあって でそこでちょっと早めのお年玉プレゼント企画をやったりだとか、うん、そういうのもありますのでぜひ見てくださいチケット販売中ですそして翌日30日にですね、はい、あの配信シングルをリリースします、うん、なので2020年の最後にね作品1曲ちょっと出すことができてとっても嬉しいし、うん、あの楽しみなのでぜひ楽しみにしていてくださいよろしくお願いします 来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙真央でしたさようならさようなら